どうも、うずです。今回はちょっとスマホのアプリで、面白いゲームを紹介してもらったので、そのゲームをプレイしながらちょっとお話を入れたんですけれども、まあ、先にちょっとね、最初の部分だけ、触りの部分だけ流しましょうか。ダンジョンメーカーっていうあのスマホアプリがすごい今流行ってますよ、人気ですよって教えていただいて、すぐにダウンロードしたらかなりね、ハマりますよ。これはまずい。で、どんなゲームなのかっていうのをね、知らない方が多いと思うので、ちょっとプレイしながら見ていただこうかと。触りの部分ね。目が開かないな。ちょっともう夜遅いんですよ。はい、じゃあちょっとゲームの内容見てみましょう。うん。で、ダンジョンメーカー、もう少しね、半日なんですけど、半日結構がっつりやりまして、新しいゲーム。キャラクターがいくつかいて、そのキャラクターをまず2キャラね、選べるんですよ。課金しない状態で。で、時間をかけると、そのポイントを貯めて、その他のキャラクター、ロックされてるキャラクターも手に入れることはできるそうなんですが、基本無課金、無課金というか、最初の時点では2キャラだけ使えます。で、前もって言っておくと、このゲームは有料アプリです。360円の有料アプリなんですが、基本その360円でゲームの中身すべて遊ぶことはできるようになってるそうです。で、いち早くキャラクターをそのゲットしたいとか、ちょっと有利な状況でプレイしたいって場合は、これはもう恒例ですけれども、課金が必要っていう状態になります。あ、ちょっと課金の情報ね、ちょっと見とこうね。で、この最初の画面の魔界ショップというところをタップしていただくと、魔界ショップの中にこの禁断っていうタブがあります。ここの中にそのオリジナルの魔王パック、あ、そうそう、これそうだね。ゲームそもそも、魔王をね、使って、訪れてくる冒険者を倒していくっていうゲームなんですよ。簡単に言うと。で、その中で、その魔王パックっていうのを選んだりすると、これか。この中の内容で、さっきロックされてたキャラクターを使えるようにできる項目があります。ちょっとね、インスタグラムのね、いいねがありがたいんだけど、めちゃくちゃ来る。ちょっと困るな。ありがとう。で、ちょっと早速ゲームを見ていただきましょう。少し進めてるこちらエリザベスとリリスというのが選べるんですが、私はちょっとエリザベスの方中心で遊んでます。で、スタートすると、最初の状態で、ちょっと贈り物をプレゼントしてくれるんです。で、この3つ選べる、この3択っていうのがこのゲーム重要なんですが、ところどころでこの3択を迫られます。最初にね、ランダムモンスター、あ、ダンジョン拡張を先にしとこう。ダンジョン拡張を最初に選ぶのはあんま得策じゃないんかな、もしかしたら。で、この画面なんですが、ここもやはり3択です。で、ここの3個の中のどれかを選んで、徐々に上へ上へと進んでいくんですね。まずこれを選んでみましょうか、真ん中で選んだら、このマスで、自分のモンスターを使って冒険者というか向かってくるキャラクターをね、倒していくんです。で、中の報酬をゲットしながら、またモンスターをゲットしながらっていう状態で、すげえな、フェニックス少女。これでここも3択、もう常に3択です、このゲームは。で、好きなキャラクターをゲットしたら、まあ、ここで配置し直しでもいいです。ここにね、こうやって配置していくんですよ、好きなキャラクターを、ね、外して配置。で、こういう形で、陣に、自分のこう陣地があるんですけど、その陣地にキャラクターを配置して罠を仕掛けて冒険者を妨げて退けていくっていうゲームです。単純に言うと、これ先に拡張しなかった方が良かったね。拡張したら分かりにくくなっちゃったね。本来は 3×3 の9マスがスタートの状態です。で、今私はマスを増やしちゃったので、横3の縦3っていう状態のマスになってます。だ、最初の時点ではこんなにマスいらないです。ああ、危ない。はい、自動配置、自動配置も楽なんですけどね。で、ターンが1日ごとっていう考え方でこのゲームは進むんですが、1日経って次の段階へ進む、段階へ進むっていう形で進んでいって、そのエリアのボスみたいなのを倒して区切りになるっていう状態です。で、私の場合こう3択来ると、ここ結構最初にダンジョンっていうのを選んで、この中の、休むで主人公の体力を回復、改造で部屋の改造、あとは訓練でモンスターを強くするっていう項目があるんですが、早めにモンスターを強くした方がいいような気がするので、これね、わかります？今このヴァンパイア少女、ヴァンパイア少女の、
パワーアップをしようと思ってタップすると、精鋭ヴァンパイアって精鋭っていう頭についてこれでキャラクターが1段階強くなります。でこの状態選択するとキャラクターが強くなってくれて、このまま次に進んでいくっていう形だね。でここで一般戦闘っていうのを選ぶと本当に普通のさっきみたいなね戦いがあって物語進んでいって、イベントっていうのを選ぶと結構ランダムなイベントが発生してキャラクターが強くなったり損をしたりっていう博打的な要素が多いです。で今回はあの石をちょっと見つけたということで、中身は正体不明の、生命体が眠ってますということで、これを掘り出すか、起こすかで分かれてるんですが、ちょっと起こすにしよう。コウモリゲット、という感じでだん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 と3択のカードを選びながら先へ進んでいくっていうゲームですね。まあ、といった感じで、かなりこういろいろとねこうレスポンスよくすごいねあのテキパキとゲーム進めていけて、快適なゲームなんですが、ちょっと紹介しようと思うと内容が結構多かったのに途中で気づいて、ちょっとねいつもの喋りパターンにしちゃいます。簡潔に言うとあのトルネコのダンジョンとかあるじゃないですか、試練、風雷の試練とか、あの試練系のゲームですね完全に。まあ、何度も何度もゲームをプレイして、でやられたらまたやり直す、やられたらやり直すっていうその繰り返しで、で主人公のキャラクターも強くなっていって、取れるアイテムとか行ける場所がさらに先に進んでいってっていうのを繰り返し、アイテムやそのモンスターをゲットしていくっていうのが楽しめるゲームです。で何よりもスマホのゲームとしてすごく快適に短い時間で遊べるっていうところも特徴で、そういうところがすごい楽しめるゲームなんですね。で、実際うずさんこれ面白いって言われてるからやってみなよって言われてやってみたら、もう本当にちょっとねそのまだ半日って言ったんですけど、半日間ずっとねやり続けてしまって、昨日までねめちゃくちゃハマってたちょっとこのデトロイトの方今日できてないんですよまだ全然。でデトロイトこの後ちょっと進めようと思うんですけど、もうねデトロイトとかねゴッドオブを忘れてしまうぐらい熱中しちゃってやばいですねこれはね。このダンジョンメーカーはもしやってない方がいたらおすすめしたいゲームなんですけど、でもおすすめするのもちょっとなーって気が引けるなっていうゲームでもあります。ちょっと中毒性がかなり高いゲームです。自分も半分やらなきゃよかったな、知らなきゃよかったなっていうのも半分あります。これ知っちゃったせいで半日ほぼ潰れました。あのゲームの時間としてね、ゲームの時間が丸っきし全部こっちに行っちゃったんで、ということでちょっと気になる方は有料アプリなんですけれども、ダウンロードしてこのゲームに費やす時間としては間違いなくお得な価格のゲームです。ただ、他のこともしなきゃいけないっていうことがねいっぱいある方にはおすすめしにくいゲームです。本当にちょっとね時間泥棒になりますこのゲームは。いということでちょっと今日はあの動画の方でもちょっと中途半端な説明になっちゃいましたけれども、結構あのサイトなんかでもいろいろ紹介されてますので、その辺も見てみて、ゲームに時間使っちゃってもいいなっていう方はプレイすることをお勧めします。はい、以上、本日はちょっと簡潔ではあるんですけれども、ちょっと寝る前に撮ってる動画なんでまた目がしょぼしょぼしてるおじいちゃんなんですが、こんな感じで動画の方終わりたいと思います。ではまた別の動画でバイバイ。ゆいちゃんさっきこれ遊んでたよね、 iPad でね。うん、どうだった、面白かった。うん、よくルール分かったね。うん、でも全部分かってないよね。面白かったね。キャラクター可愛いんだよね。うん。うん。っていうこと。でもね、一番欲しいのがね、言うよね。このピンクの子なんさ。ピンクの子ってなんだっけ？わかんない。まあいいか。ピンクの子、顔が隠れてるね。だってエリザベスとさ、リリスしかわかんないもん。他のまだ使えるようになってないからね。うん。はい。ということで、あの、お子ちゃんまでも結構ハマっちゃうようなゲームだったので、ルールはちゃんとね、理解できてないかもしれないんですけど。理解できてるよ。あ、すごいね。多分。全然楽しそうには思えない。お前やってないからだよ。